テルさんじゃない、テルさんって言ったテルさんじゃない、おてるよ、あ、おてるさんじゃない、どうですよ、うん全ての
知念夏樹さんのギターだからですね。ありがとうございます。
ては困ります。やめろ、夢が壊れるだろう。パンティーだよ、パンティー、三角形のやつ。レースのパンティーだよ。そう、そう、トランクスなんて履くわけないじゃないか。じゃあやりますよ。はい、天井から油下がってるブッダさんの言うことにゃ、あんたにゃ私のように可愛い尻尾もないし、何より全然また綺麗好きじゃないじゃない、哀れな人生だね。
目が覚めました。ありがとうございます。頑張れ。はい。さよなら、とどまった人たちへ。
何が出るかな、何が出るかな、デリリ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 リはい、CD、これをエレキテルの、ありがとうございます、力でやってるやつが、今日やった曲結構入ってるんで1500円って言ってます、ありがとうございます、マスター。であと6月は23日にアコースティックでライブありますね、ワンマンキューヌの野毛キューバラソーでやります。29日が猫やエレキのやつ、エレキのやつって普通のやつ6月30日の昼、日曜日の昼は昼は茅ヶ崎歌パンパンです。今年、今年じゃないやデーストボーライン2曲よろしくお願いします。次は幽霊会社道連れさん、あのお化けの仲間がいて嬉しいでございます。お化けなん幽霊妖怪でしょ、我々はね、我々は妖怪、うん、社長は幽霊だから、社長は幽霊、そうそう、ちょっとね違うけど、あんまり幽霊に会うことないから嬉しいよね。ニコニコ笑ってる素敵、笑顔が素敵そうだね、そうですね怪談師もいるし、ちょっと怖い話はやめてもらっていいですか、トイレ行けなくなっちゃう、本当にすいません意外とね、妖怪なんですけど怖い話ちょっと苦手なんで、ね、すいません。俺もね、ね、皆さんなんて一番無理だもんね一番無理だもんね。じゃあ参りますか、はい、参りましょう。1、2、3、はい、you
さあさあ終わったらたくさんビールが飲めますからね。次は幽霊会社道連れ、個人的にソロでもお世話になってるナップでバンドで来れてよかったです。ありがとう、またお願いします。じゃあ言い残したことはないでございますか。怖っ、圧がすごかったです。じゃあおてるよろしいですか、お二人は。じゃあ行きますか。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとう、本当に。忘れ物して
です。おいおい、それ下ネタダメだよ、抜いていいですかとか。今のは違う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 。社長めっちゃ感じたわね。